風光明媚な海岸で知られるうるま市の伊計島を訪れたのは、島に本校がある通信制高校 N 高等学校の2年生合わせて146人です。スクーリングと呼ばれる対面授業のため、全国各地から来沖した生徒は沖縄の伝統文化について学ぼうと、課外活動の一環としてハーリーを体験しました。地元の自治会や漁協関係者から説明を受けた後、2艘のサバに乗り込み、早速海へ出た生徒は、慣れない貝さばきに最初は戸惑っていましたが、仲間と力を合わせてサバにを漕ぎ進め、ハーリーを楽しんでいました。楽しかったです。すごい腕が疲れて、だけど結構みんなで協力して前行けたんで良かったです。筋肉痛なりそうですね。バランスがなんかすごい取るのすごい難しかったんですけど、でもまあ楽しかったです。この日は朝から青空が広がる絶好のハーリー日和となり、参加した生徒は沖縄の文化の奥深さや雄大な自然を体感していました。みんなと一緒に聞いてくださいよじゃなくて、一緒になって考えていきましょうねというのがこの野外文化研修の授業でございます。同じうるま市にある津堅島では、子どもたちが命の大切さについて議論や理解を深める特別授業が行われました。島の唯一の学校、津堅小中学校に登場したのは、ユニークなキャラクター、ヤナエモンです。犬や猫など、動物の殺処分ゼロを目指して、県内各地で講話を行っているヤナエモン。小中学生9人を前に、自作のパネルを使いながら、ペットを飼う際のルールやマナーなどを紹介して、動物の命を大切にするよう訴えました。命の大切さとかをまた改めて知ることができてよかったです。命について深く学ぶことができたし、自分もなんか人を傷つけたりとかすることもあると思うので、ちゃんと言葉とかも考えながら言えるようにしたいです。児童生徒は命の大切さについて改めて考えていました。